ガタガタ名人が始まるよ。はい、こんにちは、ガタガタミスティング佐藤です。今日もよろしくお願いいたします。ちょっと今日はね、どうなるかわかんないんですが、もうせっかく琵琶湖来たんで、ちょっといつものね、竿でちょこっとだけ釣りしてみたいと思います。で、なんかオイカーとかね、ハスとかブラックバスとか、なんかちびっちゃいね、ちびっちゃいやつでいいんでなんか来るといいなっていうところです。ひとまずとりあえず10分ぐらいやってみます。ティップもトップガイドも直したんで大丈夫だと思います。まあ時間が時間でね、今真っ昼間なんでね、お昼なんでちょっと釣れないかなって思うんだけど、まあせっかく来たらね、何回かほっときたいなって思ってね。もうここは砂地のね、遠浅なんで、まあ、そんなに魚がねこぞっているかっていうと、そういうわけじゃないんだけど、まあ、なんかねせっかく来たんでね、釣りたいなって思うんだよね。もうちょっと真夏やと、ハスがね、あとウグイ、お、来た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 、あーバスだ、スレバスです。スレバスでした。お、来た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 、なんだ、なんか来たよ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 。ブラックバスだったらやだな、ハスだったらいいんだけど、バス、ああバレちゃった、ブラックバスあったね。ハスはおらんかな。お、来た。あ、外れちゃった。コーンだね。当たりますね。いやー、それにしても琵琶湖ってほんまに綺麗だねこんなにね、もうトンレサップ湖ね、カンボジアのトンレサップ湖をいつも見てたんで、来たな、見てたんで、この美しさはね、透明度は、お、来た、あ、なんか今ね、そこちょっとでかいのがいたね。
ニゴイとかね、食ってくれないかな。あ、当たってたね、今。あ、あ、出た。もう目の前ね、一面アユです。もういっぱいいます。もう全部アユです、これ。まあ、そう考えると琵琶湖のこの資源っていうかね、すごいなって思っちゃうよね。いや、ほんとすごいよ。で、まあ昔何回か説明してるけど、これ本当に古代湖ってね言われる湖で、なんかね、もう世界でも、古代湖って言えるようなね、湖は20個ぐらいしかないのかな、なんかそんなもんで。で、まあ、一番古いのがね、ロシアのバイカル湖。そう、そこはなんかね、もう3000万年ぐらい昔に誕生した湖みたいね、もう半端なく古いです。で、その次に古いのが、今度はあのアフリカ大陸ね、の中央ぐらいにあるね、タンガニーカ湖ね。あそこ、ものすごいあそこも大きな湖でね、まあ、水深も半端ないよね、もう1000メートル以上あるようなね、かな、なんか すごい水深で。ものすごい広いんですけど、さあ、あそこも固有種がねたくさんいて、1000何百万年前かな誕生してるんですね。ほんでこの琵琶湖が3番目に古いね湖なんですが、まあ、400万年ぐらい昔に誕生してるってこと で、まあ、400万年あればね、そこで固有種っていうか、もう他の地域にはない固有のね生き物っていうのはね、こう進化して生まれるんですよね。で、それが、あの筋島土壌だったり、なんだ、琵琶湖ナマズだったりね、琵琶マスだったり、まあ、いろんなね、ホンモロコもそうだしね、いろんな魚としてね、こう生まれてくるんですよね。すごいよね、本当に。あんまりすごいすごいですって言ってる間にもね、ブラックバスだけでね釣れないよね多分ね、腕がないんだよね。釣れる人には多分釣れると思うんだけどね。もうただ単に下手くそなだけね。いや、本当にすごい広い、まあ琵琶湖もね、本当に固有種がたくさんいて、なんか素晴らしいよね。もう、まあ、もうね、言葉では言い表せない凄さがあるね、本当に。こんなのに人間もね、いっぱいこうやってそれぞれいろんな分野でね研究してても、それでも分かんないことばっかりで、まだまだ分かってないね、謎がいっぱいあると思います。
で琵琶湖水深ね一番深いところね、あっちの方なんですけどもね、103m、4m あるのかな、まあ、100m の水深なんでね、もうとてもじゃないけど行けないとこなんだけどね。で琵琶湖の底の水っていうのが、お、来た、今度はなんだ、バラさないぞ、トゥリアーズ、ブラックバスでした。バスだっ、はい、琵琶湖のバスです。いや釣れてよかった、まあ、たまにはね下手くそでもね、たまにはねワークバス釣らないと、ほんのすごいちっちゃい赤ちゃんだけどね、釣れてよかったです。おお、これでブラックバス釣りの動画にしよう。やった、来たよ、なんだ、あーバスだね、どっ、バスです、と、うく、来たよ、あ、外れた、よし、終わろう、はい、ということで今日は、琵琶湖でね、ちょっとプチ情報なんですけども、釣りをしてブラックバスを釣れました。久しぶりさんの魚釣りで釣れました。また、ちょっとねここの辺で新しい魚も捕まえていきたいんで、また、他の動画作るようにちょっと頑張ります。今昼飯食べたんで頑張ります。でちょっと曇ってきたんでね、どうなるかわかんないけど、またいい動画を探してやっていきます。それではまた。